石橋さん、還暦、おめでとうございます。映画監督屋さんの、三池です。もう随分長く出演していただいて、そのたんびに、ご苦労ばかりかけてるんですが、まあ、オーディションという作品ではブスブス針を刺させていただいて、足までちょん切らせていただいて、46億年の恋という作品では眉毛を全部剃っていただいたり、まあ、逆転裁判では、まあ、ご覧のようにゲームのなりきりキャラを、やっていただきました。まあ、還暦ということで、いよいよこれから、まあ、男としても、ミュージシャンとしても役者としても、円熟期に入るということで、ますますの活躍を期待しています。また現場で、お会いしましょう。よろしくお願いします。